ため、お菓子が出ます。おせんべいやシュークリーム、話題のポップコーンなど様々ですが、最近ネタ切れになってきました。お二人のおすすめのスイーツはありますか？はあ、スイーツね、なんかこう、会議の途中にスイーツが出るっていうのはなんとかこう、ほら、なんか乙女情報誌っぽいね。あ、ほんとだ。ねえ、おすすめのスイーツありますよ、なんか。おすすめスイーツ、おすすめスイーツ、あー、ある。ある。ヤンヤンつけ棒。何それ、ヤンヤンつけ棒って。昔からあるんですけど、クラッカーの棒状のクラッカーにチョコをつけて、あとなんか、よくわかんない粉みたいなのつけて。何よくわかんない粉って。よくわかんない粉。よくわかんない粉、うん、お前それ、味吉洋一くんが最後にかけたらお前味王様にすげえ言われるよ。最後にこのよくわからない粉をかけて、完成！さあ、食べてみてよ！仕上がれ美味しいよつお前わかんないこれかけてんじゃねえよってなるじゃんでもうまいぞうまいぞってなるかもしんないけど あそれそれあそれかそれだよマジかヤンヤンつけ棒美味しいよマジか美味しいよ美味しいよじゃねえよだいぞじゃじゃなんだよ神谷さんはあれよりうまいもの知ってんのかよあれよりうまいもの知ってんのかよ最後に謎の粉かけてお前さあ食えって言ったら、なんだこの最後の粉はっつってそんなもの食えるかってなんだろ京極飯が泣きますよ泣きますよなんでもの食わせてくれはったよなんですかなんでか最後にかけたその謎の粉わからんお前そんな漫画びっくりするだろお前本当だねびっくりするぞ美味しいもんってのは大体なんかよくわかんないもんなのか。なるほど。まあでもね、ダメな気がする。感触がさ、続くとさ、体型がさ、気になるじゃん。おっと、そこまでだ。俺が言わなかったから、そのくだりをやってくれたんですね。でもね、やっぱりこう、頑張っていかなきゃいけないわけですよ。そうですよ。たった一人の乙女のためのラジオ番組、それが、ディアガールストーリーズです。はい、台本に戻ってきました。そうね。という姿勢はですね、やっぱりこう、やっぱりガルスタ編集部の皆さんにも健康に気を使ってほしいものなんですよ。そうだよ、スイーツばっかりはダメだよ。そういうことなんです。ということで、今回は、グリーンスムージーを作っていきたいと思います、唐突朝の情報番組みたい。だってほら、あのレディーガガと、ユーカちゃんが痩せたんだよ。あのレディーガガとユーカが、ガガとユーカ並列そうなんだ、書いてあるから読んじゃったけど、そうなの？グリーンスムージーを飲むことによって。ユーカちゃん、痩せてたじゃん、もともと。ね。超可愛いよね。可愛い。可愛くなれるってこと？そういうことだな。グリーンスムージーを飲むと？ということで、ここにグリーンスムージーの材料を用意しました。メニューはこちら。バナナ。ゴーヤ。ブルーベリー、ほうれん草、生姜、ピーマン、豆乳、ドクターペッパー。あからさまにテンション落としたよね、今。はい。これ、以上？以上なんだ。あ、以上の材料で。そうですか。はい。いや、通りでね、青臭いと思ったんだよ、さっき。そうなんですよ。な、テンションを下げるなよ乙女のためだぞ、おい！そっか。ルールを説明しますね。説明してよ。じゃんけんをします。じゃんけんするよ。で、じゃんけんで勝ったら、勝ったら選んで自分のやつに入れます。入れる、なるほど。はいはいはい。っていうことです。で、これ負けたら何も選べないんです。そういうことね。だからこれね、勝ちすぎると、全部の材料が入っちゃうわけですよ。いや、よくないね、それはね。そうなんです。はぁ、加減がないんだ。だから最後1個、例えばドクターペッパーが残っていますってやったら、もう全力で勝ちに行きたいわけじゃないですか。この番組のルールとしては。そうだね。そうしないと。この番組的にはそうだよ。番組的にはそういうことなんですよ。オフィシャルだから。っていうことなんです。はい。でも、まあ、いろんなものを入れすぎちゃうと、もう多分ですけれども味が崩壊します。だって液状のものがドクペと豆乳しかないですよ。はい、そうなんです。だから、これもうゴーヤオンリーっていうこともあり得るんですよ。オンリーゴーヤ。最悪。たった一つのゴーヤでお送りしちゃうわけだ。そうだ、バカバカ。氷入れなきゃダメだよ。あ、そうだよ。なくても大丈夫、大丈夫。なくても大丈夫だよ。美味しく飲みてんだよ、俺らは。最初からなんか罰ゲーム集が半端ねえんだよ、この企画。本当だよ。住む。たった一人の乙女のための番組？それが、ディアガールストーリーズです。最初はグーじゃんけんパー勝ったバナナ
だ。まあそりゃそうだよね。でそりゃそうだよ。あのねもうバナナルールとしてもうバナナは入れなきゃダメっす。でもあらでもバナナいきましたか。バナナはもうまず入れないとスムージーなんねんだよ。バナナか液状のものかっていうところでバナナ。バナナ。はい。まずバナナを投入。バナナ投入します。バナナイン。バナナ入れます。はい。これはもう。これでも買ったも同然ですよ。これは大抵のも大丈夫です。スムージーな気がするね。はい。ね。これ1本分ぐらい入れるでしょ。あ、結構入った。これぐらい。あ、でも。入れすぎ？まあいいや。でもそう、うん、液状のものが入らない場合を考えて、これぐらい入れた方がいいよ。はい、バナナがいっぱい。第2回戦、最初はグー、じゃんけん、チョキ、勝ったブルーベリー。ブルーベリーとバナナだと？おいおい、先輩、酔ってんじゃねえよ。なんだそれ。何ちょっと健康に普通にいいもの作ろうとしてんの？いいんだよ。飲みてんだよ。それがグリーンスムージーですか？ブルーベリーもなんかこれちょうどね、冷やされててちょうどいいんだよ。これあの、氷の代わりになるから、ちょっと大量に入れとくわ。マジ美味しそうだよ。ああ、よかった。なんだやべえ。くっそ。やべえ、ね。でもずっと負け続けるっていう選択肢もあるよね。ああ、それまずいな。もうそろそろ負けときたい。最初はグーじゃんけんグーチョキうわーうわー、はい、じゃあ、タミヤさん選んでくださいね。豆乳、毒ペ、豆乳しか、ピーマン。とりあえず豆乳入れとくか。とりあえず豆乳入れときましょう。取られましたね。あれ今、そっか、ここまでは、うん、豆乳入れとくか。ここでカットがないとダメだったのかな、もしかして。ああ、美味しそう、美味しそう。あの、ブルーベリーの色と、はい、バナナの。まあ、ここまでだったらもう非常にいい感じ。あとは、だから、ほうれん草入れたら完璧だと思いますよ。よし、行くか。最初はグーじゃんけんポーよしよし負けました、また。はい。俺、ずっと負けてます、今。あのね、やっぱりまあ、しょうがないんで、どれどれ、うん、まあ、グリーンスムージーなんで。連想ね。はい。やっぱり、ほうれん草入れておきます。はい。いや、いいんですよ。いや、ここまでいいよ。ここまでいいよ。健康健康。はい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 。最初はグーじゃんけんグーあいこでしょー勝った、勝った。何入れるの？余ってんのはゴーヤとピーマンと、あと生姜と毒ペ。全部入れる？この海は地獄だ。もう俺はこっから一生もしたくないんだけど。だってさ、うん、グリーンのもの入れないとならないわけですよ。なんないけど。あ、でもね、まず液状のもの入れないとダメだ、ダメ？ゴーヤで。え、全部入れんの？それ入れすぎて全部ゴーヤだもん、それ。うわー、お前、8割ゴーヤ入れちゃった。ゴーヤだけに なると、ほら、逆にほら、スムージーになんないかもしんないから。スムージーになんねえっていうか、うん、もう、ゴーヤの粉砕したやつだよ。無理やりしますよ、これから。最初はグーじゃんけんグーにー負けた、勝っちゃった、どうしよう。ピーマン、生姜、ドクターペッパー。どうする？とりあえず生姜。そうね。ここはね、薬味でしょうね。生姜。もうだって満たされてるもん。あ、生姜。はい、結構入れました。結構入れた。チューブの生姜を大さじ2ぐらい入れましたね、これね。はい。へぇー。いや、なんか、勝ちたいね、やっぱさすがに。最初はグー！ジャケットグー！わー、やったー！イエス！フー！ピーマン。ピーマン。ピーマン。お前それもう飲み物じゃねえよ。飲み物じゃないやつと。あと毒ペそうなすんじゃん。あとしょうがない。これも水分ちょうだい。ねえ、これやばい。これ水分ねえもん今これ。やっべ。俺だってこれ毒ペ買って、お願いちょろっと入れないんだもんね。量は俺に任せられるわけだから。いや、渡せない。だって、あんたとは俺もちょっと違うもん。状況が違うもんだって。食材の方が。食材だよ。食材ままだよ。まんまだよ。スムージーとかね。スムージーじゃねえもん。グリーンだもん、これ。ただグリーンだもん、ただのグリーンだもん。グリーンスムージーじゃねえ。ただのグリーンだよ。行くぞ！最初はグー！ジャケットパン！さあ、やっぱこう、風味付けはね、必要なんで、毒ペも入れましょうか。はいはいはい。ちょっと入れないんだよ。もうこんだけ入ったら十分でしょう。ね。ダメだって、もう。あ、でもシュワシュワしてる。うわ、シュワシュワしてる。うわ。絶対ダメだって、こんなの。これはでもどうなんだろうな。おかしいだろ、だってよ。まあでも僕のはね、スムージーになると思うんだ。なるよ、そりゃなるよ、だって。見た感じ。はい。じゃあちょっと、スムージーオンにしてください。スムージーオン、はい、よく回るね、やっぱね。うん、液状のものとはバナナがね、うん、潤滑剤になって。っていうかね、あ、とてもいい。上の方の。あれ、うん、ブルーベリーちゃんが結構強いね。やっぱりね、色合い的にはブルーベリーすごい強いですよ。
ほう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 。あ、全然、なんかいい感じよ。おい、お前やめろ。お前何さりげなくゴーヤ入れようとしてんだ、バカ。絶対これいけてるよ。いけてると思うんだけどな。まあ、最後に入れた毒ペがどうかだよね。グリーンかい、しかし。全然グリーンじゃないんじゃないこれ。あ、でもね、グリーンが今粉砕されまして、ね、まあ、あのね、ちゃんと飲める感じにはなってますね。見た目として。来てるよね。うわぁ。足りなくない?足りなくない?グリーン。足りなくない。来た。できましたか?できましたね。はい。はい、神谷さんの。僕のやつはできました。うわ、なんか泡立ってる。あ、でもグリーン、あ、うわ、色合いは。色合いは、あのね、なんだろう、これ何色これ。泥。どこの色だな。じゃあ小野くんの作ろう。作る乾杯するから、うん、作ろう。作るっていう工程かこれ。あー音が違う。うん、まあ残念、まあ、残念。液状のものがないから。ゴーヤ飲んでた。回んねえ。噛んでない、噛んでない。全然粉砕されませぬ。ほら全然回んない。もう全然。じゃあ入れるか。じゃあしょうがない、これ無理だよ。入れよ、入れよ、ドクターペッパーを。ドクペルか、豆乳じゃないのね、それ。しょうがないから。しょうがないから、もう情けだよこれは。すいません、すいません。もう混ざんないから、ね、あ、混ざった、混ざった。いい感じ、いい感じ。あ、いい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 よ。おお、グリーンスムージーっぽいじゃん。ぽい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 。グリーンだよ。グリーンだね。いや、よっぽどそっちはグリーンスムージーっぽいよ。おお、あ、すごい。ドクターマジック。ドクターペッパー、すげえな。ありがとう、ドクターペッパー。いや、まだ感謝するのは早い。うん、え、何待って、今。マゾヒスティックオールバンド公認ドリンクだけ、今さ、回転が止まった途端さ、あれ?粒粒感が出てるよ、すごい。なんだろう、あれ。あれ何あれ。うわ、ああ、でも、スムージーっぽいよ。とろりとしている。泡立っている。うわ、エメラルドグリーン。よし。じゃあ。あ、でも香りはね、やっぱり、僕のやつはやっぱバナナの。匂い、匂い、匂い、匂い。どうですか、匂いは。え、匂い、田んぼみたいな、田んぼの匂い。田んぼの匂いですよ。田んぼの匂いですよ。いやいや、口にするもので田んぼの匂いなんかありえねえから。いやいやいや、そんなわけねえだろ。大地、大地の匂いがします。いや、じゃあ、乾杯。乾杯。乾杯。お互いの健康のために。そうですね。健康、健康。いただきます。くっさ。あ、完璧。完璧。これね、全然、これ、まるっと一杯飲める。うん。うまい。俺の写見たことないかもしれんけど。味的にはどんな味なの?味は草だよ、草。草だよ。味的にはこれで、健康になれる、なれるよね、これ。乾杯。顔が くっさ、くっさ、口くっさ。あ、浜さん、健康、俺だけ健康人占めしたまずいからだ。おすすめだっけ?いやー、飲みなさいよ。飲めよ。飲めよ。この番組の存続のために飲めよ。健康になれよ。バカ。もう、散々面白かったからもう十分だって。飲めよ。乾杯。グイッとね。うわ、ほんとだ。田んぼの匂いする。さあ、大地の恵みをね、グーグリッとね。ようやく口に逃がし、うん、口緑だもんね今ね、うん、これは飲み物じゃないよ。いやもう飲んでみろって作家もよ。飲めよ、飲めよ。おらんよ。もうこうなるから OK だろ。ああ
ということでね、ガルスタ編集部の皆さん、会議中にこう、ミキサーの音がしたらさすがにまずいと思うので、普通にお菓子を食べてください。何このオチ。